1000円のハンバーガーってもうやってますか？あ、それ単品で一つください。はい、お疲れ様です。鍋でございます。本日7月20日土曜日でございます。1000円のハンバーガーですね、第3弾ということでやっと手に入りました。今作っていただいてるということで、あ、来たな、お待たせしました。はい、はい、すいません。はい、ありがとうございます。今1000円のハンバーガー手に入れました。昨日ですね、夜、私はですね、もうこの告知というかですね、このチラシを見たときに、もうこの第3弾目のこれだけ買おうと、とてもじゃないですけど、毎週毎週ちょっと買うお金はないので、これだけを狙って買おうと思い、この日だけを楽しみにしました。あ、もう早く食べたいですね、早く食べたい。まだですね、本当に声出しとかですね、顔を出すとか、恥ずかしくてですね、チキン野郎ですので、こそこそと、某、ショッピングモールといいますか、ああいうところの、屋上駐車場におります。今日の新潟はフェンス越しで申し訳ないんですけども、こんな空です。雲も結構まばらですね。ところどころ空も青いんですが、それにしてもやはり雲が多いです。私がですね、いつも動画も拝見しますし、本当にコメントなんかもですね、私のような新参者によくコメントをいただく山形の、YouTuber の、伊野さん。山形もですね、今豪雨で水害もですね、非常に深刻な状況になっているようなことをニュースで聞いておりますけど、大丈夫でしょうか。伊野さんのお住まいの地域、大丈夫でしょうか。私も商売柄ですね、そういった自然災害等の場所によく行くことがあるんですけども、本当にこの時期ですね、天候不安ですよね。何話それてんだっていうことなんですけどね。じゃあ早速ですね、開けてみたいと思います。ではですね、来ました、ルビースパークです。ハンドルのこの隙間から、こんにちは、ルビースパークでございます。はい、こういうね、箱に入ってですね、私も YouTube ですね、皆さんが買いましたっていうのを見てですね、もうこのパッケージが見てえなということでね、どんな袋なんだろうと思います。まあすごいですよね。こういうこう、なんていうんですか、綺麗な袋、入れ物でですね、何かをいただくなんてのはまずない。そんな浮いた話もない、四十を目前にした親父でございます。ですね、ちょっと開ける前にですね、このルビースパークのですね、こういった、案内が、レジュメがありましたので、ちょっと見てみたいと思います。チョリソとアボカドの奇跡のマリアージュ、マリアージュの意味が分かんないですけどもね、ドイツ国家認定の肉食じゃねえや、食肉加工マイスターが監修した特製チョリソ5枚と、ディップのように濃厚なアボカド、フィーリングでしょうかね、4分の1パウンドのビーフパティと、ハラペーニョを、練り込みスパイシーに仕上げた、ペッパージャックチーズを、噛み応えのある食感のソフト、フランス風バンズでサンド、まろやかなアボカドフィーリングと刺激的なチョリソーのコントラストをご堪能ください。文面がですね、4行あるんですけども、4行の、3分の2がカタカナで、ほとんど意味が分かりません。ハラペーニも分かりませんね。スパイシャは分かるかな。ペッパージャックチーズ、まあ、チーズなんでしょうね。ということでですね、何書いてるかほとんど分かりませんが、とにかく、大したもんがいっぱい入ってるんだと、いうことであります。食べます。これが、今回私が買いましたルビースパークですね。これ証拠隠滅しないとですね、嫁はんに殺されますよね。もうバレたらどんな目に遭うか。うおーっ
腰からこんにちはっ